はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。もうすでに酔っ払ってんですけど、もうさっきライオン、銀座ライオン飲みまして、もうすでに酔っ払ってます。ですが、電気ブランの、神谷流電気ブランプラスビールみたいな、あ、やべ、これスーパードライじゃねえや、まあ、いっか。以前電気ブランを紹介したところ時に、まあこちらの電気ブランは神谷バーでは電気ブランをまあ冷やしてプラスそのビールを片手に電気ブランを飲むというそのスタイルで、飲むというのが神谷流、神谷バー流ということで、ではそれにのっとって、ね、電気ブランのロックプラス、札幌の、ラガービール、ね、を飲んでいこうじゃないかと。ね、本来ならスーパードライが良かったんですが、まあ神谷、まあ、神谷バーではスーパードライらしいですけどね、分かんないけど、多分スーパードライ、朝日だと思うんで、そんじゃね、飲んでいきたいと思います。乾杯。うん、やっぱ札幌はラガービールといえども甘いね、味が。で、今日のつまみは、スモークチーズとベビーチーズ、ノーマル。いただきまーす。いやー、でもあれだな、缶ビール1本で、1缶で酔うなんて、俺も。あれですね。あ、でもやっぱ銀座ライオンの方が味、コクがあるね。うん。そう、ビールをチェイサーに電気ブランを飲むというのが、神谷バー流ということです。で、関係ないけど、今日、ジャックダニエルの、グラス付きのジャックダニエルを探したんですよね。ジャックダニエルの、ロックグラスが欲しくて、うん、探したんですけど、なかった。いろいろ店回ったんだけどね、なくて、あれ欲しいなぁと思ったんで、ヤフオクで今度買おうかなぁとも今思ってるんですけどね。うん。ああ。やっぱこの電気ブランは非常に甘い。うん。とにかく甘い。うん。甘いので、やっぱり苦いビールが合うんでしょうね。個人的にまあ、日本のビールで苦いのは、まあそこら辺に売ってる中だと、やっぱりキリンのラガービールかクラシックラガー、うん、ですね。まああくまで個人論ですけどね、実際のところどうかは知らない。でもやっぱラガービールは俺好きですね。キリンのキリンラガービールとクラシックラガーは大好きです。どっちがどう違うかっていうと、まあ俺の個人的な感想だと、クラシックラガーはコクがあるんですよね。味がキレが悪い、よく悪く言うとキレが悪い。
まあ、キレが悪いイコールコクがあるってことなんですけどね。うん。で、ラガービールはその反対でキレがいい。いうとこでしょうか。うん。で、関係ないけど、今日、電気ブランの 360ml のやつ、売ってましたね。栄えて。結構あれ見ました。2店舗くらいあった、売ってたから。あの、なんか変わった箱に入ってましたね。なんか、レトロチックな。むしろこっちの方が欲しかった。レトロもな。ね。なんかこれ惹かれるんだよな。このね、今サイトに表示してるんですけど、ほら、これですね。これが 360ml の電気ブラン、箱入り。まあ、パッケージがなんかすごい、社交ダンスみたいなとこで踊ってる人が、レトロチックに書かれてるみたいな感じなんですけど。こういうので結構惹かれるんだよね。俺の中だと。ものすごく。うん。だって事実、電気ブランイコール味はまずいんだけど、俺なん、二つ星ぐらいつけたっけ？まずいんだけどなんか、あーって感じ。また飲みてえな。多分この電気ブランもやっぱ冷凍保存して24時間ぐらい冷凍庫に入れとくと美味しくなるんでしょうけどね。うん。やっぱ甘い方がね、甘い方がちゃうわ。あの、冷たい方がなんか飲みやすい、非常に。甘さだけがなんか残って、もわーっとしたなんか、あの、何か異様なこの、なんか薬草とかのあの、あれみたいな。なんだっけ。なんだっけ。あれ。あれあれあれ。あのほら、陽明酒。そう。陽明酒的な要素がなくなって。うん。ただし、これはむちゃくちゃ、やっぱ甘いんで、てか陽明酒ですね。何度も言うけど、陽明酒飲んでるみたいな感じです。なんでなんだろうな、このやっぱり薬草とかそういう系列がだいぶね、なんかあるんでしょうね。神谷バーか、いいですね。神谷バーとかね、俺みたいな田舎もんはね、大体がして、あの、電車に、違う、駅に行くまで、結局電車に乗るために駅に行くわけじゃないですか。その駅に行くために、大体、車でね、最短で20分くらいかかるんですよ。ね。わかる？ということはだ。ね。こういうバーなんて行けないんですよ、結局。まあ行って代行頼んでもいいけど、代行頼むと 2,3 千円飛ぶでしょね。車で行って代行頼んで、なんかバカバカしくねって少なくとも俺は思ってるんです。そう、だから、うん、やっぱり大阪住んでた時は結構近場に、ほら、歩いて行ける距離にまあ、バーとかあったんで、まあ、酒屋とかね、あったんで、やっぱり、ね、さすが都会だな、と思いました。そういう人は、まあ、ね。
だから未だに俺はあのバーには一回も行ったことない。だからここにバーがあるのかっていう、どこにあるかっていうのが全く分かんない。ですね。でもさ、すごいですよね。この電気ブラン。ブランデーの、まあ、ブランデープラス、ジン、プラスワインキュラソー、プラス薬草などがブレンドされています。そう、しかし、その分量は未だもって秘伝になっているっていうのが、この秘伝っていうのがまたね、そっそるよね、何か。そそるね。そそるよね。ね。何かそそるものがある。まあ電気ブランは電気ブランでも、これは電気ブランのオールドと呼ばれる、まあアルコール度数が40度のやつがオールド、まあいわゆるレトロ古いとかそういうことですよね。だからアルコール度数30度のやつが普通の電気ブランと、この神谷バーでは電気ブランのが260円、電気ブランオールドが360円。これは多分ショットグラスなのかな、ショットグラスっぽいですね、うん、まあ、ショットグラスもクソもアルコール度数40度のやつをそのまま飲むわけはいかねえからな。さすがにショットグラスだろうな、さすがにな。お前コップ一杯丸々出されてもってなるでしょ。ショットグラスですね。うん。美味しい。なんか美味しいと思える。確かに、これがものすごく甘いんで、ビールが合いますね。苦い。まあ、うん。苦いビールが。合う。ああ。ね。なんかこう、ね、浅草の電気ブランみたいな。ね。なんか、惹かれません？いや、俺だけなんだろうか。わかんないけど。結構、あれだもんな。うん。美味しいと思えるレベルですね。うん。そうそう。そういえば関係ないんだけど、また。俺、実は酒を飲みすぎると、腹にね、見せたくはないですけど、失神ができるんです。失神というか、なんか赤いポツポツができるんですよ。まあ、痒くはないんですけど、まあ、痒いとかそういう一切ないんですけど、おそらくこれあれなんだろうな。うん。なんだ。ほら。なんていうのね、わかるでしょ。うん。ね、
酒は好きなんだけど、実は酒を飲んじゃうと、あのアレルギー的な感じなんだろう。でも一応ね、医者行ったんですよ。で言ったら、なんかでもかゆいとかないんでしょって言われて、あ、そうです。かゆいとか、なんか例えばほら、ものすごいもうなんかめまいに襲われたりなんかほら、いろいろあるわけじゃん。ね？そういうのはないんでしょって言われて、あ、そうですね。ただ、あの体の腹とかにポツポツができたりするだけですねって言ったら、まあそれだったら問題ないでしょっていう感じで言われたんで、うん、まあ確かにね、酒飲んでアレルギーだったらマジで、本当のアレルギーだったらやっぱり、ね、ものすごい大変なことになってますよ。もう食事とかするレベルとかね、アレルギーっていうのは、本当に。だから俺の、まあこれはなんで知ったかっていうと、いや知ったかっていうか別に知ってはないんだけど、俺としては、まあずっと昔から、ね、俺こういうもんだなと思ってたんですけど、酒飲んだら。人間っていうのは酒飲んだらこういうもんだなと思ってたら、なんか、ほんと最近の、夏の、なんだっけ、ほら、里帰りで、里帰りっていうか、まあ、ね。それで、身内と飲んでたら、なんか、お前ちょっと、なんか、ポツポツできてね、みたいな。と言われて、いやこれ俺酒飲むとこれ飲みすぎるとなるんだって言って、それアレルギーじゃねーとかって言われて、って言って、それちょっと医者見てもらった方がいいぞみたいなこと言われたんで、うん、まあ見てもらったんですけど別に大したことはない。まあこの電気ブランのですね 360ml はですね、確か600円ぐらいで600、700円ぐらいで売ってたんで、うん、個人的にはまあこれ40度の360ml のやつある40度のやつなんで、これ買うんだったらやっぱ個人的に30度のやつのあのフルボトル 700ml ぐらいのやつを買った方が個人的にいいかなとは思うんですけど、うん、なんか俺って結構こういう神谷バーならとかですね、宝の焼酎ハイボールとか、まあそういった大衆酒場的な感じのやつに結構惹かれたりするんですよね。どうでもいいんだけど、うん、大衆酒場ってなんか惹かれるんだよな。なんなんだろう。そういうさ、すげえさ、もうバーみたいな、もうなんか静かで何にも音がしなくて、キリンキリンとかってこういう氷の音だけ。響くようなとこには行きたくないんですよね、個人的に。うん、なんでかっていうと居心地が悪いっつうか、なんかそういうとこでこう縮こまってかしこまるっていうのが俺大嫌いなんで。だから俺全く関係ないですけど、最近30歳ぐらいの人が、女のね、俺のいとこが結婚式行きましたけど、結婚しましたけどね。結婚式だけは絶対行きたくないな。結婚式で絶対あれでしょ？かしこまるパターンでしょ？絶対行きたくないですね、結婚式は誰とも。まあ友達がいないんで別に大して出ることはないと思うんですけど。だいたい友達の俺結婚式も絶対行きたくないもん。うん。そういうのは絶対嫌だから。かしこまるタイプの俺人間じゃない。で、うん、絶対嫌ですね。うん。まあ、
あともうまあ俺結婚することはないと思いますけど、結婚したとしても絶対俺結婚式したくないですもん、大体。ああいうかしこまるタイプの絶対やりたくない。まあこういう人間だから多分結婚はできないと思いますけど、まあ別にいいんだ、いいんだっていうか、なんか別にうんいいかなと。なんかかしこまる人間じゃないんですよね、大体。電気ブランのハイボールグラスなんてあるんだ。ああ、なるほどね。なんかそういうさ、かしこまったさ、そういうとこ絶対出たくないんだよね。スーツピシッと着て、ね、なんか、ピシッピシッとして、こう、きちっとして、きちきちみたいな。嫌になってくる。マジで。あのほら就職活動とけるときもさ、スーツなんて着たくなかったわマジで。まあ嫌々ながら 着たけどさね、そういうもんですよ俺は。だから正直バーなんて行きたくないんですけどね、行ってみたいとは思わないんですよ。家飲みは俺一番合うかなって。家で飲んでる方がやっぱり、まあ、一人でね、飲んでた方が、なんか、うん。家で一人で飲んでた方が、個人的になんかしっくりくるなって。でもたまにね、やっぱりね、彼女欲しいなとか思ったりするんですけど、まあ、まあ、別に、大体たまにしか思わないんで。でも大体思ったりすると、思って彼女欲しいなって思って、しばらくちょっと考えるんですよ。ん？本当に俺彼女欲しいのかなと。思ってしばらく考えるんですけど、なんだかんだで、なんか、ほら彼女ってほら、結局さ、機嫌損ねないためにほら、いろいろそれしないきゃいけないわけじゃないですか。ね？なんかめんどくさくない？ね？めんどくさいでしょ？なんか、正直。いや別にいいですよ、それで。いいって人は。ただ少なくとも個人的にやっぱめんどくさいんですよ。で、本当にネットで見てる限りだと、あくまでネットのニュースとか、なんたらかんたらとかでね、いろいろ見てる限りだと、もう完全に、女イコール金目当てとしか思えないんですよね。うん。金目当ての。なんかほら、最近本当見たけどさ、もう嫌になってくる。俺的ゲーム速報、アットジンで見ましたが、はい、これですね。30代未婚女子。未婚女子結婚相手の理想貯金額1000万円。貯金0円とかありえない、てんてんてん、みたいな。っていうので書いてありますけど、まあ、30代未婚女子っていう時点でもう、女子じゃないだろうと思うんですけど、ここに書いてあるんで。ね。で、サムネで、支払いは当然男と、兄ちゃんのね、あれで書いてありますけどね。はい、30代の未婚女子、0円でいい、貯金がね、0円でいいが 0.00%。はい、誰もいません。1万円から50万円が 0.00%。0円、0人です。
で、51から100万円が 1.6%。101万円から200万円が 6.4%。201から300万円が 8%。301から400万円が 19.1%。401円から500万円が 35%。これ多いですね。これが一番多いのか。で、それから下がり、501万円から600万円が 4.8%。で、601万円から800万円が0%。で、801万円から900万円が 4.8%。で、901万から1000万円が 3.2%。そして、問題の1000万円以上、貯金額1000万円以上がいい、という人は 17.5%。まあ、これで見ると、まあ、簡単に言うと、一番多かったのが、401万円から500万円が貯金額がいいという人が 35%。そして次に第2位が、301から400万円がいいという人が 19.1%。そして1000万円以上がいいという人が 17.5%。うん。なるほどね、と。もうこういう2ちゃんがね、もう、2ちゃんなのか分かんないけど、こういうネットで騒がれてるのが、こういう人間なんですよ、女が。こういう人間ばっかりっていうのが、晒されてるんで。女イコール男と結婚するのは金目当てとしか思えないんですよね。うん。まあ、これ、この動画をね、見てる人が女の人はいるかどうかわからないですけど、俺結構なんだかんだで女の人はあんまり好きじゃないですね。なんだかんだで、いろいろと考えて。かといって男、ゲイとか、ホモではないんですけど、女の人は人間的にはちょっと好きでは、好きにならない。まあ最近俺、ちょっとプチッと来たのが、実はね、会社でちょっと、俺と同い年に言われたんですけど、ちょっとイラッと来たのが、ちょっと重いものをね、別の男の人とも、持とうとして、その別の男の人が、ちょっと重いから手伝ってって言われたんですよ。で、俺が、近くにいた女の人、その25歳、あれだよ、俺と同じね、25歳の女の人に、ね、その女の人の方が、がたい良くて、絶対力あるから、その人に頼めばいいじゃん、みたいなことを言ったんですよ。そしたらその女の人が、それってセクハラだよとかって言われて、は?みたいな。は?みたいな。で、ちなみにその女の人はむちゃくちゃデブなんです。むちゃくちゃデブなんです。いや、基本的に俺ガリガリなんですけど、ね。俺ガリガリで、なんで、ね、やっぱり、明らかにちょっと重いものはちょっときついと。いうことで、まあ、絶対その、がたいがでかい方がね、絶対ほら、力あるんですよ。それでね、別にそんな悪気があって言ったわけじゃないのにね、なんか勝手になんか、セクハラとか言われてね。
はぁ、あ、みたいな。このデブ。みたいなね。はぁ、あ、と。お前にセクハラとかって言う。まあいいわ。ねえ。さすがにそれはちょっとプチッとくるでしょ。ねえ。ムカつかね？いや別にそんなセクハラっていうことで言ったわけじゃないんだよって。別に悪気があって言ったわけじゃないけど、少なくとも俺ガリガリなんだから、ね。俺172センチで、え？俺172だっけ？ 173センチか。身長173センチでね。53キロの人間ですよ。ガリガリですよ。ね。それと、そのガタイがいいね人と比べたら絶対そっちの方がいいじゃんって、そっちに頼めよって言ったのに、そしたらその女が、そのデブの女がね、それってセクハラですよとか言ってくるわけです。はぁーみたいな、何それ勘違い女オツって。ほんとさ、イラっとくるよなああいうの。もう勘違いしてんじゃねえよと。お前セクハラって言えるような体格してねえだろと。ほんとあのデブのさ、ああいうやつに限ってセクハラセクハラ言ってくるな、あのクソが。イラっとくるわ、ああいうの。デブがさ、ね。デブがですよ。超デブ。がですよ。セクハラとか言ってくるんです。あれですよ。勘違い女にもほどほど、甚だしいわ、バカ。ふざけやがって、マジで。お前、腰つべのな、何回も言うけど、これ見てみろよ、この動画。お前。あれ？俺どこやったっけ？どこやったっけ？あの、勘違い女ってタイトルのやつ。俺が高く評価しといたやつ。これ、面白かったな。あった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 。山本さんの理想。身長180センチ以上。年収1000万以上。とかね。お前何様だよと。死ねえよと。私、将来年収6000万円以上の人と結婚したいんですよって、お前。これお金の価値分かってないですね、この人。年収6000万円以上ってさ、ね。え？って。これ社長か誰かですよ、これ多分。社長でもなかなかいないでしょ、年収6000万円以上って。確かうまい棒の創設者の、今の社長が、あれ年収何万なんだな。少なくとも売上が1億円以上って書いてあったから。1億ぐらいだったから。まあ、そっから差し引いて、まあ、完全に社長しかいないですね。6000万円以上ってなると。最低6000万。ドヤー。このドヤ顔です。最低6000万ドヤー。みたいな。しかも不細工な。まあ、これは JK っぽいから、ま、許すとしても。まあ、これま、JK だから、ま、許します。うん、まあ、俺の、ね。中で許しますが、さすがにね、30代とか20代ぐらいで、お前それ言ってるん、それを、ね、結局6000万とか言う人は多分まあ、JK なんで、
金稼ぐ辛さとか、そういう金稼ぐきつさっていうのが分かんないから、まあ言ってもまあ、許されなくもないですけど、さすがに社会人でね、例えばこれです。相手に求める条件。スマートで背が高い、イケメン、面白い、優しい、自分より稼ぐ、リードしてくれる、お酒が強い。そして、自分はブサイクというね。死ねよと。マジで。この顔面グーパンしたいよ、これ。マジでこいつ、顔面グーパンしたい。ちょっとグーパンチしていいかな、みたいな感じです。ガチで。はい、そしてこの最強のね、人間。もう見た目完全に30代ですね。これ多分30代です。のおばさんが言ってます。ブサイクなおばさんが言ってます。条件。タイの恋の神様は奇跡を起こすか、玉の腰に乗りたい、お相手大募集。はい、条件です。年収5000万円以上。年齢35歳から48歳までの方。マジでぶっ殺すぞ、こいつ。私をもらってください。キモー！キモいー！めっちゃキモい、この人ー！みたいな。こんなやつと結婚したくねえよ。気色悪い。ブサイクババア。ね？これですよ。これが現実ですよ。まあ、これが現実なのか知らないけど。しかも、この勘違い女はマジで、こんな顔して、こんななりして言ってますけども。結局、これから影響された結果、俺はまあ、女っていうのは、もう結婚イコール金目当てだなと。むしろ逆に、まあ、俺がか、まあ、ちなみに俺結婚したいと思った人間、今までで一人しか出会ってません。うん。俺がね。俺がこの人と結婚したいなと思った人は一人です。まあ、その一人とはもう振られたんですけど、まあ、でも、一応告ったんで、うん。まあ、別に悔いはないかなと思うんですけどね。やっぱ基本的に、なんか、なんつうかな、そういうその、考え方を持ってない人間がいいですね。まあ具体的に言うと結構、その、俺が思った人間は、結婚したいと思った人間は、女の人はね、ものすごい天然です。天然で、ちょっとアホっぽいです。ぶっちゃけ言うけど。ぶっちゃけて言うとアホっぽいです。でも、結構しっかりと、自分のね、意外と、しっかり、自分の、現在の立ち位置をわきまえていて、すごいなんか、なんていうかな、見た目で結構ほら、アホっぽいとか、天然とか、ね、言われてるんだけど、やっぱりその、元気、結局元気なんですよ。その女の人はね。ものすごいその、まあ、ニコ生で言う、ニコ生ちゃうわ。ニコニコ動画で言うと、まあもう結婚してますけど、
宮助とはね、宮助の宮助、宮助っていう人いるんですけど、ニコニコ動画の生、動画アップ主の、ウップ主の宮助って人がいるんですが、その人に非常に似てるんですよね。もうぶっちゃけその人と同人物かなと思ったぐらいなんですけど。ね。あれこいつあれじゃね、俺のめっちゃ好きな人じゃねと思ったんですけど、違ったんです。ただその人はまあまあここ言っても多分バレないだろう。ハード、あ違う、ホビーオフに勤めてるんですよ。社員で、正社員でホビーオフに勤めてて、あのブックオフとかの系列の、ブックオフ系列のホビーオフに勤めてて、で。すっごい元気で、天然で、もう思ったことはすぐ口に言うみたいなタイプの人間なんですけど、やっぱりそれはすごい純粋で、心が純粋だからこそ、やっぱり、うん。ね、まあ昔、幼馴染なんですけどね。うん。小学生の頃から一緒だったんですけど、まあこれ生放送でも結構やった言いましたけど、言いましたけどね、ものすごい純粋なんですよ。もう子供みたいな、心が子供なんですよね。うん。心でその昔と全く変わってないんですよね。小学6年生の時から、俺がいじめられたと、いじめられて、まあ、ね。まあ、ぶっちゃけだと、俺がいじめられた時に、もう結構ほら、助けてくれたり、優しい言葉をかけてくれたりとか。もうそれがね、自然体なんですよね。うん。もうその人にはもうすごい感謝してます。うん。ものすごい感謝してます。だって俺が小学生の時に、かなりいじめられてたんですけど、俺はね。うん。いじめられたんだけど、その子が、そのいじめっ子たちを、ね、やめなよと。やべ、泣けてきた。まあ、いじめっ子たちのね、こう、ね、追い払ってくれたりとかね、で、慰めてくれたり、俺自身を慰めてくれたりとか、ほんとしてってくれたんです。うん。うん。でも、実際言うと、その人の、うん、その人に、まあ、まあね、そうだな。わかんない人に言いますけど、その人に俺は本当、メールアド教えて、ハードオフで勤め、いや、ホビーオフか。ホビーオフで勤めたから、メールアドをね、教えてね、昔、まあいろいろそのね、助けてくれてありがとうと伝えて、まあ俺ちょっと その人と、ちょっと本心はちょっとね、まあ通話できなかったんですけど、まあメールでね、ありがとうって伝えたんです。うん。本当に。これマジです。うん。伝えてね。まあ伝えられてもよかったです。でもその人はやっぱりなんか、あんまり好きな人っていうのがいないらしいです。いないらしいですね。やべえ、マジで泣けてきた。うん。好きな人っていうのが、
いないらしいですね。まあその人とメールしてて、25歳女子なのにねーって自分でも言ってました。なんで好きな人いないんだろうねーって。まあものすごい天然ですね。天然イコールやっぱり純粋で、なおかつやっぱ自分の思ったことは全てなんかそう大広げにさらせるっていうのはものすごい長所だと思いますね。うん。で、俺はあのメールですけど、まあ本当はまあやっぱり直接ね、伝えればよかったのか、まあ今更後悔しても遅いですけど、まあ少なくともね、うん、一応伝えたんですよ、メールで。メールで昔からあのいろいろいじめでね、いじめられた時に、俺がいじめられた時に救ってくれてありがとうとかってね、慰めてくれてありがとうっていう風に伝えて、その後に昔からお前のこと好きだったんだよって、まあ伝えたんですけど、うん、まあながらねということです。やばいつになくシリアスな展開になってしまった。うん、まあ少なくとも今勤めてる場所がわかるんで、その人に会いたかったら、あの、いつでも会いに行けますけどね。ただ、振られた手前、まあ、あんまりちょっと、うん、って感じですけど。うん。でもその人は、うん。多分っていうか、ほぼ間違いないですけど、あの、最初ね、その告白した時に、言われたんです。メールでね、こう返信が来ました。好きな人がいるから付き合えないって言われたんです。ですが、何回かメールしてて、ね、好きな人がいるから付き合えないって言ったのに対して、その人の優しさを感じたのが、好きな人いないんだよね。25歳女子なのにねーって、普通に言ってきたんですよね。ね。やっぱそこは天然だからちょっとあんまり考えてなかったのか、適当にまあね、自分の本心を言ってくれたと思うんですけど、やっぱりそれは嘘だったんだなっていうのは分かったんです。結局。多分、俺を傷つけないために言ってくれた、好きな人がいるっていうそのことを、好きな人がいるって言って振られたのに、好きな人いないんだよねーって言ってきたんですよね。まあそれがまたそいつらしいなって、うん、まああいつらしいなと、昔から何も変わってねえなと
小学3年生ぐらいの時から全く変わってねえなあいつって。うん、まあでもなんだかんないって小学生の時ぐらいですね。中学生ぐらいからはちょっとほらなんかほら女子として意識しちゃうんで、あんまりそのなんかほらね、あんまり話せなかったりとかするでしょ。でもそいつ自身はまあ全くもってね、あの意識はしてなかったと思うんですけど、まあ俺自身が意識しちゃってあんまり話せなくてね。で高校生になったらもうほら別々になっちゃうでしょ。別な高校行っちゃったりしてね、まあそこから全く会えてなかったんです。だから正直そのことは小学生から しかあんまり喋ってなかったかなと。で今も多分実家暮らしなんで、もう俺のねもう徒歩3分ぐらいで着いちゃう、徒歩2分ぐらいかな、いや1分ぐらいかな、ダッシュで1分ぐらいで着いちゃう距離なんです、その子の家は。まあその子の家も行ったことないんですけど、あの小学生の時にあの登下校の帰り、あ下校かな、下校の時に帰る時に一緒に帰ったりしてたんですけどね。うん、やっぱり、個人的にはあの ものすごい好きな人ですね。うん、だからそういうそのことは以外あんまり結婚したいと思った人はいないですね。やっぱり、あれですよ。幼馴染っていうのは、ね、なかなか偉大でですね。うん。幼馴染っていうのは、あれですよ。かなり限られてくるなと。だって幼馴染なんてさ、数人しかいないでしょ。まあ、数人ちゃうわ。幼馴染プラス仲いい人ってさ、ね？考えてみてくれよ。やっぱり、アニメだけじゃないぜ。幼馴染っていうのは、ものすごい、重要なファクターだと思うよ。俺は。うん、だからその人に振られてからは量もね、いや、うん、あんまり言いたくないけど、まあ振られてからは一応行ったことあるんですよ。その人のホビーオフにね行って、うん、ちょっと話したっていうか、ね、その子は仕事中だからほら、ねって。でもすぐ、ほら、ああ、まあ俺の名前呼んでくれたりね。まあ俺のあだ名ですね。あだ名呼んでくれたりとかって、ね。すぐ気づいてくれたりするんですけどね。ああ。なんだかんだでなんか、この話したらめっちゃなんか、
めっちゃなんか、なんか、実際にその、なんか話したくなってきた。やっぱり今まで、あの、ほとんどその、小学生の時からあんまりその、直接話したことっていうのはほぼなかったんですよね。やっぱメールだけだと、やっぱりあんまり伝わらないのかなっていうのはあるんですけど、まあ僕自身の、まあ、不甲斐なさというか、うん。メールでしか返信できないというか、メールでしか、その、なんか、言えないというかね、そういうのもあるんでしょうね。あ、なんか実際、こう、話してみたいっていうのはあるけど、まあ、彼女自体が、俺のことをそんなに、まあ、思ってくれてないんだったら別に、まあ、逆に迷惑かなと思う次第なんですけど、でもね、その彼女にね、あの、一応あの食事に誘ったりしたんですけどね、まあ、多分俺のやり方が悪いんでしょう。うん、断られました、うん。どっか飯行かないとか、ドライブ行かないとかって言ったんですけど、やっぱりちょっと。で、その後に、会社の人にね、俺言ったんですよ。ドライブ行かない、ドライブ行かないとか、その、ね、言ったって言ったら、お前ちょっとそれおかしいぞと。そんなん、行くわけねえじゃんって言われたんです。ムードもクソもあったもんじゃない状態から言われても、そんなん行くわけねえだろうと。確かになと。俺もあんまり恋愛の経験がないから、あんまりそこら辺よくわかってないんですよね。いきなりその突発的にね、いきなりね、ドライブ行かないとか、飯食いに行かないとか、言ってもまあ、そりゃそうですよね。無駄ですよね。うん。まあ、そういうことですね。結局。うん。あんまりこういう話を したいというか、うん、まあね、うん、あんまりちょっと、うん、昔のことをほじくり返すようなことはあんまり、うん、ね、まあでもね、でもや、なんか諦めたくないっていうのはあるんですよね、いまだになんか、うん、こう諦めたくないなと、あそこまでのね、人と出会えたのはやっぱりなんかね、勝手に思ってるけどね、勝手にね、幼馴染みがね、そんなね、うん、まあ運命の人だなんていう風に思ったりなんかしちゃったりして、まあね、非常にあれなんですけども、うん、まあ少なくとも結婚したいという人間は今のところ一人しかいない。で、その一人はちょっともう振られたんで、個人的にちょっとまあ無理かなと思ったりしてます。はい。ということで、電気プランの、
生ビールのチェイサーで飲みますは、まあ美味しいですよこれ。うん、まあ四つ星じゃないですか。酔うパターンでいくともうね、簡単に酔えちゃいます。もうめっちゃ酔ってますんで。もうめっちゃ酔って、まあ何、なんかいろいろ言っちゃってますけどね。まあいろいろと暴露しちゃってますが、まあ暴露してもまあ問題ないでしょ。まあ自分自身のことなんで。うん。まあそういうことで四つ星と。これはぜひ、ね、電気ブラン飲んでみたいというか、まあ、飲んでみたいって人はいないと思うんですけど、まあ、飲んでみたいって人はぜひ、飲んでみた方がいいと思います。都心の人は、東京に住んでる人はね、浅草に、バーがありますんで、そこを行ってみたらいかがでしょうか。うん。それでは、ご視聴ありがとうございました。